新宿駅西口。新宿パレットにやってきました。レン君が筋トレできたスシローさん、6階へ向かいます。どうも、キング&プリンス大好き舞子です。レン君が考案したお寿司が食べたくて早速来ちゃいました。まずお茶を準備。このね、ひねるタイプの蛇口結構出が良くて私好みです。早速ね、レン君が考案したお寿司の材料を準備したいと思います。まもなくご注文いただきました商品。すべての材料が今揃いました。早速作っていくよ。まず地球から作るでしょ。これにいくらや、これなんかタレついてたかな。でもちょっとなんかタレもなんかでいけないかな。で、この上にかかっているこれをこっちに乗せてて、この乗り方をここに入れます。試作段階の一品も作ってみました。別にまずくない。地球、このまま食べるの。これ一番自信作でした。
だから。結局大したコメントもせず黙々と食べてた私ですが、何気にアナゴの生ハム巾着が一番好みだったっていう。結構まろやかなお味がしました。地球は表面のカルビが強めだから男性は好みなのかもしれない。エビ手裏剣はエビ好きにはたまんないかも。でもシャリもしかしたら1個だったかもしんない。ネギトロサーモン丼に関してはちょっとよく分かんなかった。それでも普段注文しないネタを注文したりとかできて、なんかちょっと楽しかった。スシローさんのシャリ、シャリだけで食べても美味しいんだってことも感じることができて最高の時間でした。ちなみにレン君の考案寿司を作る材料だけでお腹いっぱいになれます。結構ボリューム満点でした。皆さんもぜひやってみるのおすすめですよ。ぷぷぷ。